号砲なって最終第7レース A 級決勝スタートです。近畿勢が前を問いに行くか、7番石口啓太がまず前に出て先頭員を追いかけ、春日特選同様2番の布井博之が連携いたします。近畿勢です。地元1番の坂本和也が3番手、5番の八木浩二が2度連携いたします。長崎沖縄コンビです。3番の岐阜の堀健二が5番手から、ここに今日は大分6番の小野俊之目標を絞り、連勝で勝ち上がった木村博の4番車準決勝用短期7番手1番後ろから2対2対2対1隊列固まって残り3周です。春一特選同様連携の近畿勢です。特選は先行して準決勝6番手マクリュー組2着2本の7番の石口、春一の特選は石口を捉え、準決勝は堀を捉えて連勝の2番の布井であります。地元1番の坂本和也未勝利、2日間苦しみ抜いてなんとか決勝に意地で勝ち上がりました。地元戦いい結果を残せるか、三度託して5番の八木浩二です。2周3コーナー3番堀健二が動いた、準決勝2着長のかまし先行を打ってきました。6番の小野俊之は昨年8月小倉以来久々の決勝進出であります。連日動き光っております。そして4番車の木村博之は約5年半ぶりの2連勝での決勝進出です。レースが動き始めた。7番石口を3周1コーナー坂本が抑えます。3番の堀は3番手外から石口を不通します。1番坂本、3番堀、7番石口、特選組の自力3人は再戦です。打勝で堀健二が前に出ました。6番の小野もついて、1番の坂本がすんなり3番手、5番の八木、7番の石口5番手、2番の布井、7番の石口が4コーナー踏み込んで2番の布井、ここに4番木村も乗っていきます。最終ホーム7番の石口が叩き返す先行する。3番の堀健二が3番手飛びついた。4番木村3番手取り合う展開。1番の坂本追い上げる。6番の小野は連結払いました。5番手から1番の坂本まくっていく。4番の木村が抵抗、その木村の抵抗を乗り越えられるか。3番手並走状況だ。5番の八木5番手真ん中回ってくる。7番の石口先頭、石口先頭、2番の布井が最後迫って並んだか。最後並んでゴール。あと4番5番の3着もどうか。布井博之最後の最後逆転できたかどうか、リプレイです。叩き返して石口先行、地元坂本のまくり上げは3番手木村の横でいっぱい。最後布井選手迫って並んで、どちらか変わったかどうかちょっと判別が分かりません。内側7番石口、外2番の布井、1着微妙です。3着入線は5番の八木選手です。石口選手が勝っていますと今年2度目の優勝、布井選手が勝っていますと A 級の優勝は約12年ぶり、2009年5月観音寺以来の A 級の V となるんでありますが、どちらが制したかは決定をお待ちください。決勝戦でした。